にちは、うゆです。今日は冬のお出かけに持っていくカバンの中身を紹介します。こちらはデンマークのコペンハーゲンのブランドのウィスクさんのもので、雲柄のキルトの巾着になってます。この中に私の冬のお出かけに使おうと思っているものが入っているので紹介します。まずはこちら、ハンカチです。これは日本橋の三越で買いました。繊細なレースとスカラップがとっても素敵です。食事の時に膝にかけたり、結婚式の時は副産にできたりと、何かと使えるので可愛いハンカチを集めています。キーケースです。こちらはルイ・ヴィトンのもので、24歳の誕生日に夫に買ってもらいました。色はグレー寄りのベージュで、車の鍵も一緒につけています。こちらはカルティエで指輪を買った時についてきたアクセサリーケースですが、中に頭痛薬、胃薬などの常備薬を入れてます。ちっちゃいけど1日分の薬を入れるのにちょうどいい大きさです。こちらは消毒液、イソップのハンドスプレーです。ジェル状のものもありますが、スプレータイプの方が好きです。これはシャネルのアイシャドウについてきた袋ですが、リップ入れとして使っていて、唇や保湿用のリップなどを入れてます。リップはエルメスで、保湿用のリップはエコストア。ミントの香りが好きです。パッケージも可愛いのでリピートしています。こちらにはアクセサリーも入れてます。これは友達からお誕生日にプレゼントしてもらったシモーネ・ロシャのヘアピンで、ショートカットなのでピンがあると華やいでとってもいいです。こちらは化粧直し用のクッションファンデ、ファミュのもので、色はナチュラルベージュです。冬や春はクッションファンデが好きで、手も汚れないし、乾燥が気になった時にすぐ使えるので持ち歩いてます。これはシャネルのハンドクリーム、軽い使い心地が気持ちよくて、もうこればかり使っています。もっと保湿できるのもあるし、香りもいくつか選べるけど、初代のこちらが一番好きです。携帯の充電器、このサイズで iPhone11 を1回フル充電できるくらいの容量があって、大きさはリップと同じくらい、重さもそんなにありません。 iPhone に挿して充電しながら操作できるので、外出先で重宝してます。お財布はボーイシャネル、2年前のクリスマスにプレゼントしてもらいました。可愛らしいピンク色とゴールドの金具に一目惚れしたもので、中身は最低限のものしか入れてません。イヤホンはアップルのもの、ワンちゃんの刻印を入れてます。これで私のカバンの中身は全て終わりです。この冬はディズニーだったりお出かけの予定をたくさん入れたので、いっぱい楽しめるように工夫したカバンの中身を紹介しました。最後まで見てくださりありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。